ちらが神明神社ですね、本殿の方は第二王子を祀っているので、その関係もあると思うんですけど、社の作り方が伊勢神宮との、様式ですね。ちょっと他の神社とこう形が違うの分かると思います。まだ忘れちゃうんですよまだ忘れちゃうんですよ。この神社結構広いですね相当。ここ天満宮だと思います。牛がいるんです。ここに、はい、天満宮ですね。牛さんがいます。撫で牛ですね。だからあやかりたい人は頭とか、頭良くなりたい人は頭、違うとこ悪い人は喉、悪い人は喉とか触って直すっていう形ですね。いやー、しかし最後に来た神社がすごい立派でびっくりしました。まだ拙者来るというまだありますか。敷地相当広いですよ。ここが天の神社ですね。神社、どこかに右肩に、右肩にないよ、あれ左か。あ、そうそう、神主さんの、神主、宮司家の、要は宮司家、鮭の方の祀る神、祖霊社ですね。はい。英霊殿も兼ねてるみたいな。